才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。よ有言実行天才ピアニストの竹内です。有言無効マスミです。いや、あなたのことですよ。有言実行って、え、有言無効じゃない。言うだけ言って。私もダイエットに関してはもう無効無効でやらせてもらってるんで。いやいや、有言実行ですよあなたは。あ、そうですか。先日のラジオでね、はい、ちょっぽどサラダな女性になりたいということで、うん、言ってたでしょ。ちょっぽどしたいんですよっていうね。そうそう、そしたらね、もう早速ね、始められたんですよ、マスミさんは。ええ。ね。で、チョップドサラダの作る機会がいらんってことにいち早く気づいてね。まあ、コメントでもいただいてたんですけど。そうそうそう。ね、あれ、ザクッとやるやつなしで、うん、包丁で十分いけるなと。いけるな。いやし、機械に乗せるまでに包丁使うなっていうことに、マスミさんね、一回だから作ってみたのが偉いですね。うん。はしゃいで機械買わずに。せやね、どうせ一回ちょっと薄切りにして挟まなあかん。うん、一旦包丁とまな板を出して、洗う手間はいいんやったら、うん。ほな、チョッパーも洗わなあかんやん。そやな。で、さ、チョップドサラダって、サイズも大きさも形も、まばらでいいのよ、うん。はいはいはい、そうですね。そう、綺麗に切らんでいいから、うん、雑でもいいわけ。目つぶっててもいいわけ。うん。まあ、目を開けといた方がいいかもしれんけど、もしかしたら、ね。ターン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 でいいわけ。ああ、なるほどな、うん。だからもう、いらないんじゃないかというところに一回試作を経て、たどり着かれたんですけど、はい、そっからね、マスミさんはそれに気づいただけじゃなくてね、うん、今日は祇園花月に行ってきたんですけども、はい、祇園花月の帰りに八百屋があるということに気づいてですね、酔ってチョップドの材料を買ってきました。やったー。あれすごい。だからやっぱり行動力、推進力がすごいわ。あ、そうですか。これをやったろ、やりたいってなってからね、うん、すぐやるでしょ。はい。あ、それは素晴らしいですよ。野菜をね、そういう人間が人生を掴んでいきますよ。あ、そうですか。はい、そうです。行動力のある女性。はい、はい、野菜をやっぱりね、野菜だけを買う女性っていうのはいいですよね。あ、やっぱ花を買う女性と、はい、野菜とフルーツを買う女性。そう、しかもスーパーじゃなくて八百屋さんで買うってことに、なんかこうロマンがあるじゃないですか。そうそうそう、見せてくださいよ。じゃあ、夢が叶うと書いて、なんて読むんでしょうか。叶う、叶う屋みたいな。叶う屋でしょうか。ってことか。叶う屋。今日の野菜どころ、叶う屋さん。なんか京都の人だったら、ああ、こうかって分かる人もおるかと思うんですけど、祇園市場駅と、祇園花月のちょうど間にあるところですよね。そうそうそう、ちょっと裏道というかね、一般的なところやねんけど、メインストリートではないんですけど、はい、俺は結構安かったですよね。安いね。ああいうとこって高いんかなって勝手に思ってたけども。珍しいお野菜もあるし。そう、京野菜がいっぱい置いてました。そう。うん、で、結構ね、品数も多かったし、はい、一個一個はそんなに高くないの。何ですか。あ、これパクチーか。パクチー、パクチーはいるよね。パクチーはね、ちょっとアジアンテイストな感じにしたいなと思うときに、はい、これをね、これとこのスイートチリソースとかで、あ、いいね。こういうふうにピャンとされる。あ、いいですか。コチュジャンマヨみたいな感じ。あ、いいですね、ピリ辛の、うん、そう、それにちょっとポン酢を混ぜてね、ちょっとこうサラッとする感じの。あ、でもちょっとすみません、こんな野菜買っといてあれですけど、うん、ドレッシングとかそういう調味料があんまり家にないんじゃないですか。あ、ドレッシングね、もう6種類ぐらい家にある。買いすぎや。まあ、ドレッシングじゃなくて普通に塩と、オイルとかね。あ、そういうこともできますよね。あ、なるほど。トリュフ塩があったり、みょうが塩があるので。うわー、なるほど。それをこう調合、ね、調合で。調合で。はい。ペッパーとお塩と食べたりとか。あ、じゃあどんな野菜が来てもまあ対応できるぐらいの。そうそうそう、なんかね、卵のドレッシングとかも買ったん。何それ、卵のドレッシング、ね、黄色、黄色、白身魚とかに合いやすい。ああ、なるほど。ただマグロにかけてやったけどね。いや、知らんけどさ、あなたの反骨精神は。反骨は知らんけどよな。もう定番のチョップとサラダの定番の昆布サラダ、はい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 、オレンジっぽいドレッシングとか、はいはいはい。で、この間ね、カルディでみょうがドレッシング買ったよ。どうですか、まだ食べてない。あ、美味しい。私っていうのはね、うん、1個使ってなくなるまでじゃなくて、ちょっとずつ開けて、はい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 、並行させてね、一皿で何種類か使うから。あ、なるほどなるほど。ちょっとかけてそこ食べて違うのかけてとか。あ、いいや。だから、まあ、ずっと同じ味だと飽きるからな、ね、結構な量やと。そう、もうドレッシングの味で嫌なるとかやっちゃうから、はい、そうなのかな。そう、塩とオイルで食べてとか。あ、いいやん。するんですね。まずパクチーと、パクチーと、うん、S ないな、 S みたいに。何それ。雪国きのこ、きのこ3点セット。舞茸とエリンギとしぐれちゃん。めっちゃええやん。これであったらええのにな。これでな。スーパーも。100円で。めっちゃええやん。えぐない。鍋するときちょっとさ、2種類、2種類、3種類やったら嬉しいやん。このセットめっちゃええやん。雪国きのこセットめっちゃええやんけ。せやねん。ありがたい。まぁ、ちょっと舞茸少なめではあるけど、でもまぁまぁ。いやいや、え、何の今の薄いこれは。これはちょっとだけ軽くバターソテーして。はい。でも
ほんまに炒めたら出てきちゃうのかな。まあなあ、うん、そうなんよなあ。あでもこれバターソテーしてサラダの上にはべらかして醤油バターでな。あ、おいしい。もうだから醤油バターで炒める場合はサラダ自体にドレッシングなくていいね。それを調味料として。そう、なるほど。でちょっとだけこうフライパンにさ醤油バターとキノコエキスが残るからそれをかけたら香ばしいし、はい、結構おいしいね。野菜ラッコして何言ってんねん。野菜ラッコしてお料理研究家やん完全に。ほんまに。ただのお料理研究家。ほいでほいでほいで。ほいでほいで。メズ。白ナス。メズ。これは何にも見えてないで私。え、これは一応チョップドの予定。いや、炒め買ってみた。うん、買ってみただけやから炒め物にしてチョップドに混ぜるのか。はい。塩昆布とか白だしでこう浅漬けにするか。確かに。どうやって食べるのが美味しいんですかね、これね。浅漬けにしてみようかな。確かに、このきめ細かい感じがするから、生っぽく食べてもいいかもしれない。白ナス食べたことある？ないない、私ない。これ、何が一番適してるんでしょうか、ね、どうなんすかね。確かに生で食べても美味しそうやな。なあ、うん、結構ボリューミーな感じで。ああ、楽しみですね。まぁ、あ、チョップドもしてみてほしいけど。そう。ラディッシュ。ラディッシュ。ラディッシュはさ、なんか。ラディッシュ高いな。もうノールックで買ってなかったのか。うん。アラディッシュは買わないみたいな感じ。見てない。ラディッシュな、近くの私いつも、まあ、ライフとかで買い物するんですけど、はい、ないねん。え、欲しい。ラディッシュ入れてみたいなっていう思いが高まってたから、はいはいはい、もう会った瞬間も即買い。でもラディッシュってやっぱルックス超えてけへんからな。え、やっぱそう、味見た目が良すぎるやん、やっぱ。せやねん、うん、なんかもうルックス超えてけへんになるもんな。絵になるもんな。せやねん。でもまあまあ、私でも結構絡みあって好きやで。あ、そうですか。なんかラディッシュね、いいですね。でこれもわからん、全然見えてない、珍しいから。あなたよう見えてへんのに買えるよな。シャルロットじゃないわ。間違えた。みたいな、みたいな、エシャレットシャルロットさん先輩やね。 TikTok で大活躍のエシャレット。なあ、エシャレット。落ち着きなさい。エシャレット、これはどういう生、うん、なんか これでもたまに居酒屋とかでこれさ、島らっきょうっぽくみたいなことやんな、多分食べ方としても。だからそうやんな、味噌とかなんか、うん、と鰹節でしょ。あ、それでもいい、うん、言ってもいいし。ここに書いてるのは、薄く切って塩昆布とあえて。あ、美味しそう。まあ、浅漬けみたいな感じで。美味しそう、美味しそう、美味しそう。じゃこれはもうなんか気になりすぎてシャレット入れてみた。これ絶対美味しいし、マッサン好きそうやん。せやんな、うんうん、島らっきょうとかあんま大好きやん。これでもやっぱ水ナス。これはさすがに水ナス。泉州の絵で、しかもこれいいですね。こんな大きいのさ200円って安いんじゃんと私は思うんですけど、水ナスってもっと高いイメージありますよね。泉、ね、州の水ナス、これはお漬物というか、はい、浅漬け、はい、もうお刺身的に切ってね。そう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 。あ、美味しいね。そのまま醤油つけて食べてもいいかもしれんけど。ああ、いいね。水ナスは美味しすぎるから。漬け。これ最高。カモナスもちょっと迷ったよね。魅力的やったよ、カモナス。カモナスはやっぱあれかな、炊き物かな。いや、カモナスよくあるんは、うん、半分とかに切って、うん、あの焼いて、田楽、そう、田楽とか。ああ、いいね。やっぱきめ細かいんで、中が、はいはいはい、こう果肉を楽しめるみたいな食べ方が多分いいんだと思うんですけど。なるほどね。水ナスとかほんま名前通り、多分水分多いやん。うん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 。いやー、いいですね。何それ。何だった。あ、これもね、食べたことないんだけど。ほんまいける。ほぼ食べたことないやつやん。アドベンチャーやろ。アドベンチャーな女性ですよね。ビーツ。ビーツは赤いやつやんな。根菜ですよね。根菜やろ。どういう風に。ビーツでも多分生でさ、ちょっといいサラダバーとか行ったらさ、あー、やるね。赤いのあるやん。だこれチョップドにしたら映えるな、結構。ほんまやな、ね。全部、ちょっと赤くなりそうやな、食べちゃうと。あ、いいね。ビーツ。ビーツね。これはちょっとね、自分で買ったの初めてです。確かに。まあ自分で買ったの初めてなんばっかりやねんけど。賞味売ってないからな、あんまり。うん、おいで。カボー。あー、カボいいですね。これが安かったよ。100円とかじゃなかった。100円とかやってん。すごいよね。めっちゃ安ない。綺麗しな。これは生でいける。これ生でいけると思う。大根ってサラサンでいけるのか。まあサラサンでいけると思いますよ。これカブはしっとりしてるような、こう触ってあげて、このしっとりし触ってあげてといったニュアンス。わ、なんかしっとり、なんかもち肌やね。
これをチョップしたいと思う。これいいですよ、はい、これは生で、まあまあ、まあまあきゅうりはこれはいるんでね。これも安かったで。あ、そうな、100円1000円買ったと思う。あ、そう、3本で嬉しいな。めっちゃ安い。きゅうりは家にストックあんねんけど、チョップドサラダに欠かせない品目ですからね、はい、まあ確かにこれは絶対使うんでね。そうそう、これ絶対いりますわ。綺麗なきゅうり。あ、かわいい。何これ。あめーなー。ちっちゃい高糖度トマトですか、これ割と。違う、そうだと思う。いいですね、これは。ええ値段するよ。あめちゃんみたいな。300円。ああ、この量でね、いいですね。これはいいよ。でもちょっとこれはシンプルに食べたかったっていう。確かに、まあ、サラダにも絶対いるしな。はい、うん、まあ、この食品と、はい、家にあるアボカドと、はい、サーモンと、はい、マグロを、はい、アボカドは冷凍してないけど、はい、あとは冷凍してるんで。あ、なるほど、はい、であとクリームチーズ、フィラデルフィアのクリームチーズも凍ってるんで。じゃあちょっとどう、最初はじゃあどうなるんですかね、組み合わせとしては。まあ、キュウリでしょ。で家に玉ねぎ、淡路島産の玉ねぎ買ってるんですよ。はい、それをストックもすげえな。みじん切り、みじん切りじゃない、まあ、ブロックぐらい。生でいくもん。さらしてね。お、あ、さらしてね。そう、あんまり長いことさらさん方がいいらしいな。あ、そうなんや。栄養抜けるか。そう、だから他のやつを切ってる間ぐらいの時間、うん、10分弱ぐらい。玉ねぎさらして。さらさらなぎだらして。さらねぎ玉してやな。ほんまに。さくらんしとるやないか。さらねぎを玉して。さらして、きゅうりでしょ。はい。んで、今日はちょっと株。あ、いいですね。いってみましょうか、ね。はい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 。株をちょっことさせてもらって。はい、で、まあビーツいくかな。シャレットもええで。あ、でも玉ねぎあるんか。そうやね、ビーツをちょっとだけ切らしてもらって、トマト家にもあるんで、はい、まあこれちょっと別に入れへんかもしれませんが、トマトをちょっと切って入れて、はい、私的にやっぱアボカドは必須なんよ、このチョップドするにあたって。なるほどなるほど、欲しいですね。アボカドは楽しみにしてたいから。あ、そうですか、宝物のような存在で。そう、アボカド半分、はい、半分切って、冷凍にしているマグロとサーモンを今日朝、はい、キッチンペーパーに、冷凍庫から出してキッチンペーパーに巻いて冷蔵に入れたんで。えら、仕込んできてるやん。あ、じゃあそれを今日はじゃあやっていただいて、もし覚えてたら写真撮っといてもらってもいいですか。わかりました。見たいと思うんでね、はい、みんなもさすがにね、やらせていただきます。はい、皆さんお楽しみ。おばはんラジオすぎへん。なあ、凍ってきた野菜自慢してサラダの計画立てて。野菜自慢はおばちゃんすぎ、ほんまに。皆さん、はい、マスミフショップで応援よろしくお願いします。ベジタブルファイト。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？